森口門真商工会議所による新年御例会が6日に開かれました。新型コロナウイルスの影響により2年ぶりの開催となった森口門真商工会議所による新年御例会には、森口氏や門真氏から多くの会社経営者などが集まりました。森口門真商工会議所の小倉会頭に続いて、森口氏の西畑市長が登壇し、来賓を代表して挨拶しました。しっかりと取り組んでいきたいと、このように思っております。地元でやっぱりそういう地産地消ができるようなものづくりとかサービスを、進めていきたいなと思ってます。そのためにはやっぱり既存の固定観念を取っ払って、もうイノベーションを起こさんと、新しいものができないなと思ってます。門真の駅周辺もですね、市長も挨拶でよくおっしゃっておられますけれども、周辺は文化、またはコミュニケーション、事業を推進されております。今年から、いろんな事業もまたさらに邁進すると思いますので、1年皆さん方にお世話になると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。早いことをやっぱりコロナが、一桁にせめてなってもらわないと、いろんなものにものすごい影響をね、我々は商売人やから、やはりこう動きたいわけですよ。リモートだなんだかんだって制度業はできないんですよと、それだけです。あがた副会頭が閉会の言葉を述べた後、御例会は門真市の宮本市長の音頭による大阪締めで締めくくられました。新たな気持ちで進んでいきたいと思いますんで、打ち出せ。